五木食品株式会社は、熊本県熊本市に本社を置く日本の食品加工会社。社名は、熊本県熊群い月村の民謡、五木の子守歌に由来、熊本県を中心に商品を販売しており、地元では、アベックラーメンのブランドで親しまれている。自社独自の L1 のエルメンといった製法で、インスタントラーメン以外に、モードン、そば ナポリタンなど様々な商品を作り出している。創業時より、代々的な CM 戦略は行わず消費者による口コミなどで業績を伸ばしていたが、2000年代以降は、各地に営業所を設置し全国進出を図り、ローソンストア100キャンドゥをはじめとした100円ショップや、スーパーマーケット、ドンキホーテなどのディスカウントストアでも販売されるようになった。また、アベックラーメンなど、 商品の一部が東京、銀座にある熊本県のアンテナショップ、銀座熊本館でも販売されている。通信販売も手掛けており、多数の商品を通信販売している。また単品での注文や贈答用に便利なセット商品も数多く用意されている。2012年以降は熊本県のサプライズキャラクター、熊門を起用したパッケージの商品販売に力を 入れている。台湾では南投げ市の京林食品古墳有限講師という会社が五木のロゴと乳児を背負った女性の告示する商標で乾麺やゼリーなどのインスタント食品を販売しているが、五木食品とは無関係である。創業は五木食品が100年以上早い。品目は大きく分け、乾麺、反生麺、LL 麺からなる。ありがとうございます。